い、皆さんこんにちは、フラワーズ寿司です。今日は僕の先生、仁先生と一緒に上にいらっしゃいます。大人気のですね、中華街の意気込みシリーズを実況していきたいと思います。先生、今日はよろしくお願いします。私仁だよ、よろしくあるよ。あれ先生、いつもね、あのね、サングラスかけてるんですけど、あれでね、色が見えるのか。あなたうるさい、あるよ。私のメガネにケチつけちゃダメよ。ケチつけるのってさ、先生のそのサングラスって色見えんですか、本当に。それで俺ね、すっごい不思議。あなたうるさい、あるよ。うるさいとか言ってないよ。本当どうしようもないですよね。あ、先生、とりあえずあの、なんか言いたい時だけ出てきてくれればいいんで、とりあえずちょっと影に隠れててください。わかったよ。はい、じゃあ私ちょっと外に出てるよ。はい、ちょっと先生が引っ込んでもらって、今猫、ね、入れたのがこれカナリアナスっていうね、フォックスフェイスですね、通称、こちらの枝っていうか、このフォックスフェイスは太いんですけど、この最初のやつとかこう今切って細くしてるんですよね。まあ、2本目はねちょっと細かったんでそのまま刺してますけど、1本目はこう茎のところを半分に裂いてましたね。まあ、先生でちょっと遅くなりましたけど、コメントが先生のせいでね。ちょっと今の女性誰よ。私の好みあるよ。早く名前教えなさいよ。え、そこですか。彼女はですね、こちらの某高級中華料理屋さんの、ちょっとどうしちゃいましたね、あの美人店員さんですよ、ナンバーワンの。先生に関係ないじゃないですか。わかったよ。先生、花見でちょっとそこに出てるよ。もうすみません、失礼しました。はい、そんな、ちょっとね、先生をほっときましょう。今、今度はね、このね、茶色いシンピジウムを入れようとしてます。これ茶色いシンピを今これ、ね、2つに分けましたね、切り分けました。これはまあシンピジウムももちろん1本でねスッと刺してもいいんですけれども、こうフォックスフェイスが結構ボリュームがありますよね。で、インパクトがあります。なのでそれで喧嘩させないように少しこう力を分散させてます。次にこちらは、パンプキンナスですね。ナスの形がこうかぼちゃみたいなんでパンプキンナスと言われてますね。だいぶ静かになりましたね、先生ね。先生何したいですか。出るよ、あいつ。ちょっと待ってください。このボード起こしてますから。チュッチュッ、ほら、起きろ起きろ。痛い痛い、あるよ。何する、あるよ。あなた寝てるから、ね、寝ついちゃダメよ。暴力反対よ。起きて見ててくださいよ。まあでも、まあとりあえずここの画面から私寝てないよ。ほんとしょうがないっすよね。はい、今ですね、フロリダビューティーというね、刃物を入れています。はい、ここで、オリエンタルリリーを出しました。オリエンタルリリー、今ね、こう葉っぱを取ってましたよね。これ毎回ね、言ってますけど、こうユリの葉っぱは、デザイン上こう不要な場合があります。こういっぱいついてて、ね、さっとこういけたい場合の時はついてていいんですけれども、こうラインとかの精度を高めていくと、やっぱりユリの葉っぱはある程度間引いて刺していった方が精度は、アレンジメントの精度は上がっていきます。はい、次にこのドラセナのね葉っぱを入れています。ドラセナの葉っぱはね、こうラインフラワーとしてももちろん使えますし、ファンデーションワークなんかにも使えますし、
こうなんでしょうね、フラワークッションとしてね、花束のフラワークッションなんかにも使えますし、もうとにかくね、もうすごくこう使い勝手の良い素晴らしいスペシャルな花ですね。で今こう葉っぱをこうしてますよね。これはドラサナとか、まあ、葉物みんな全般にそうですけれども、だいたい出荷の時にこう重ねてきますよね。そうするとこう葉っぱが何て言うんですかね、変な癖がついちゃってるんですよ。なのでそれを本来ね、自然でこう生えてるようなこう美しい姿に戻してあげるんです。これねほとんどの人がねやらないんですよ、アレンジやる方って。ただこれをすることによってこうアレンジメントは数段こう美しくなりますから、ぜひそれはやってあげてください。僕からのお願いです。はい、今ドラセナの葉っぱをこう1枚ね長くして刺しました。これはものすごいねこうテクニックの一つです。よく覚えておいてください。みんなねこうバサッと切って短く使っちゃう人多いんですけれども、1本だけ残しておくとすごい長くラインが使えるので、まあ、使っても使えなくてもね、後でこう切れば同じような葉物になりますから、いきなりバツッと切る人は割とテクニックのない人だと思われちゃいますからね。最初にこうきちんとこうどこにこの葉物を使うかとか決めて長さを調整しましょう。まあ、アンスリウムをですねちょっと見逃しました。アンスリウム入れましたね。はい、ここでアンスリウムが入れ終わってニューサイランをね入れます。ニューサイランは割と硬いんですけど、今こうやって曲げてますよね。こうすることによってやっぱりニューサイランも綺麗なラインが出ます。しっかりとやっぱりニューサイランもラインを出して刺していきましょう。はい、こちらで完成です。ブラボー。